どうも、ラオチンです。ペルソナ3やっていきます。よろしくお願いします。今、欲しい装備があるんです。3つ欲しいのがあって、主人公と順平、アイギスの専用武器ですね。どんな武器かというと、こんなやつ。属性を無視して攻撃ができる武器。これがとても欲しい。これがあれば、戦闘をオートで終わらせることができるので、すごく楽ですよね。まあ、今後戦闘することが多くなってくると思いますので、これは絶対に欲しい。で、必要なものが残りルビー6個とダイヤモンドが3個ですね。これをね、集めないといけない。今日は集めていきたいと思います。ルビーが本当に出ないんだよね。ちょっとどのあたりから出るかわかんないので、204階このあたりから捜索していきたいと思います。なんか階層によって出る宝石が若干違いますよね。まずはこの辺からスタートして、で、カードも集めながらやっていきたいと思います。戦闘終了時にカードを2枚選べるようになるとか、報酬が2倍になるとか、そういうやつを、持ってるとだいぶいいですよね。まあ、それも探しながら行きましょう。シャッフルタイムで引けるカードが1枚増えました。これ2つ目ですね。なので3つ引けるようになりました。いや、これいらんか。よく考えたらいらんかもしれないですね。重要なのはアイテムが2倍になるやつか。あ、これですね。出ました。悪魔のカード。アイテム数が増加するやつです。これが一番欲しかった。ダイヤモンド、出ました。調べてみたところ、236回あたりから、ダイヤモンドとルビーが出だすみたいですね。なので、今236回からやってます。あと、ダイヤモンドが1個と、ルビーが6個ですね。ルビーがほんと出ないんだよね。それでは、とりあえず2時間周回してみました。2時間周回したところ、こんな感じです。ルビーが8個。で、ダイヤモンドは23個。ダイヤモンドめちゃくちゃ出たね。で、やっぱり、ルビーは出にくいです。ルビー相当出にくい。で、後の方で分かったんだけども、ルビーを入手するならば、おそらく250回以上で戦った方が良さそうです。250回以上で戦うようになって、ルビーがね、急に出だすようになったんですよ。なので、ルビーが欲しい人は250回以上で戦ってください。まあ、ダイヤモンドは、購入することができるので、欲しいのは多分皆さんルビーだけだと思うので、まあ250回以上で頑張って入手してみてください。では、装備をちょっと買ってきます。それでは作ってきまして装備しました。これですね。主人公がデオスクシポス。なんか言いにくいな。耐性虫アタックでしょ?で、順平がバルムンク。これ攻撃力も高いですね。耐性虫アタック。で、アイギスもバンマの銃。耐性虫アタックですね。この3人でパーティーを組んでます。オートでいけるか、試してみましょう。とりあえず、通常の敵と戦ってみましょう。これ、押しとくだけでいいからね。いいね。あ、総攻撃が来た時が、止まるわ。これいかんな。総攻撃が来たら止まるのか。これちょっとやだな。強敵とも行ってみましょう。まあいけるけども、やっぱりこれなんだよな。総攻撃が出るとダメか。でもこれどうしようもないですよね。それでは戻ってきました。今日は素材を集めて耐性無視の武器を作ってみたんですけども、クリティカルが出ると総攻撃になるのでちょっとよろしくなかったですね。まあ、主人公一人で戦えば総攻撃にならないんで、まあ、それでも良さそうですけども、ちょっとね、残念かな。総攻撃禁止みたいな、やつができればよかったんだけども、ちょっとできなそうですね。はい。
まあ、とりあえず、ルビー探してる方は多いと思うんですけども、ルビーは250回以上で戦うと出やすいということが分かりましたので、ぜひやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。